アドルフ・マンジューとカーク・ダグラス突撃は1957年のアメリカ映画第一次世界大戦のフランス軍を舞台にした物語である。後にキューブリックの妻となるクリスティアーヌ・ハーランが出演している第一次世界大戦中のとある戦線。フランス軍のブルラール大将はドイツ軍の剣道な陣地、俗称、アリズカを陥落させようと画作し、 未良大将の師団に攻撃を命令する。一方、未良大将の部下である、ダックス大佐は、兵士たちは、疲れており士気も低く、攻撃は無謀でいたずらに戦死者を出すだけだと、抗議するが、命令は覆らなかった。作戦が開始されると、ダックス大佐はピストルを持って、自分の連隊の先頭に立ち、兵士と共に戦うが過熱な砲撃と、機銃奏者で、連隊は、 全身を阻まれる。そのような状況で、未了大将から突撃命令が出される。しかし、鉄の嵐が吹き荒れる中、命令は実行できなかった。突撃を実行しなかったとして、ダックス大佐の連隊は、命令不服従の権威をかけられる。そして、未了大将は、ダックス大佐に対し、命令不服従の代表として、兵士を3人選ぶように命令する。 兵士を形ばかりの軍法会議にかけ、見せしめとして銃殺するためだと理解したダックス大佐は、元弁護士という経歴もあり、軍法会議で果敢に上層部に立ち向かう。しかし、軍隊という組織は非常にも訴えを尻け、不幸な兵士3人に銃殺刑を言い渡した。主演のカーク・ダグラスは、自伝、クズヤの息子によれば、キューブリックの上司した脚本に惚れ込んで主演を、 快諾したという。しかし本番近くに渡された台本は、キューブリック曰く、客の受けを狙っての安易な登場人物の妥協を、描がクラストに開講されていた。月光したダクラスは脚本を元に戻させ、無事完成にこぎつけたものの、二人の不仲はその後も続いたとのことである。番組表、ありがとうございます。